それでは見た作品についてお話ししていきます。まず、こちら。アンナデジタルリマスター版。これはですね、目黒シネマという映画館で見てきました。1966年の作品でフランス映画86分となっております。初めて見たのは多分中学生の時かな。はい。そして何年か越しにやっと見れました。このデジタルリマスター版結構いろんなところで上映されてたんですけど、なかなか見に行けなくて、やっと映画館で、初めて映画館で見ました。嬉しい。子供の時見た時は、VHS か DVD、DVD かな ?VHS、ちょっと忘れちゃったんですけど、ピエール・コラルニック監督作品で、主演にアンナ・カリーナさん。もう、私の大好きなアンナ・カリーナさん、主演としてご出演されてます。まあ、女は女であるとか、出演されてる方です。かわいい。内容がパリ舞台のお話なんですけれども、広告代理店で働くブリアリっていう人がですね、撮影中にたまたま写真に写り込んだアンナに恋をしてしまいまして、そしてその写真に写ったこの女性は誰だって言って、その街中すごく探し回るんですけど、まあ見つからなくて、でも実は自分の会社で働いているっていうだけなんですけど、物語が。でもなんかその、まあ、東大元暮らしみたいな。で、なかなか気がつかない。でもその女性のアンナの方は、私なんだけどなって思いつつ、言わないとか言い出せないというか。でもなんかこの、まあ、映像がもうずっとおしゃれで、で、その音楽、ミュージカル作品なんですけど、音楽がセルジュ・ゲンズブールが、劇中曲を手掛けてまして、セルジュ・ゲンズブール自身もご出演されてます。で、私、セルジュ・ゲンズブールのかっこよさみたいなのは、なんかまだ子供だったからか、そんなにわかんなかったんですけど、このアンナを映画で見て、なんかただならぬ色気みたいなものをものすごく感じまして。これは、この人はすごくかっこいいぞって思いました。なんか、目線とか、この手先の感じとか、なんかセクシーなんですよね。で、あんな素敵な曲作っちゃって、まあそりゃ、かっこいいですよね。で、セルジュ・ゲンズブールさんについてちょっと調べたんですけど、奥さんがジェーン・バーキンさん。で、このジェーン・バーキンさんも女優さんですけど、バーキンはエルメスの高級なバッグのバーキンの名前の由来にもなったっていう、なんかそのバーキンの由来になった話、なんか何でもガバッと入るカバン作ってくれないかしらね、誰かみたいな感じの話をしたのがエルメスのデザイナーさんで、それでバーキンって名前のカバンができたみたいな話、ありませんでしたっけ？ちょっとうやむやで今喋っちゃったけど。その人でしょ？女優であり、歌手であり、モデルのジェーン・バーキンさん。ね。で、そのセルジュ・ゲンズブールとジェーン・バーキンの娘がシャルロット・ゲンズブールで、今女優さんで活躍されてますよね。うん。でもなんか、顔つきはどっちかというとセルジュ・ゲンズブールに似てるのかなって私なんとなく思ってて、なんか、アンニュイな感じ。なんか、垂れ目っていうのかな、あれ。そういう感じです。で、これに、アンナに出てるのは、マリアンヌ・フェイスフルっていう女優さんもご出演していて、で、今度マリアンヌ・フェイスフルさん主演というか、マリアンヌ・フェイスフルさんを、マリアンヌ・フェイスフルさんの映画ができるんですよね。で、主演に、ボヘミアン・ラプソディで、フレディの、奥さん役やってた方、名前で忘れちゃいましたけど、その方が、主役でご出演されるらしくて、それもすごく楽しみです。で、このマリアンヌ・フェイスフルさん、峰不二子さんのモデルらしいですね。ルパン三世の峰不二子。マリアンヌ・フェイスフルさんがなんかの映画に出演した時に、全身革の服にバイクに乗るのがあって、なんかそこが峰不二子さんのモデルになったみたいなの言われてるみたいですけど。まあちょっとアンナとは全然違う話ばっかりしちゃったんですけど、とにかくアンナは、おしゃれだし、私一番好きなシーンが、アンナ・カリーナが海辺で歌ってるシーンがあるんですよ。で、あの時に歌いながら、ポロッとなんか涙が流れるシーンがあって、それって何の涙なのかわかんないんですけど、なんかその涙が美しいというか、でもなんか、こう、すべてのものに、いろんなものに、こう、影響を受けてポロって出るっていうか、なんだろう、内からなのか、外からなのか、とかじゃなくて、もうすべてに、こう、なんかポロって出たみたいな。なんかね、あそこがすごく美しいんですよね。なので、あそこすごく好きです。はい。